こんにちは、かけむねです。今日自販機で安いエナジードリンクあるわ思って100円出して買ったら、どこが作ってんのかな思ったら富永食品さんが作っているエナジードリンクでした。多分業務用スーパー行ったら50円ぐらいで売ってるやつやと思うんですけども、失敗しました。今日はそちらのエナジードリンクですね、富永食品さんが作る激安エナジードリンク、すいません噛んでしまいました、の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。まあしかし自販機で富永食品さんのジュースを100円で売るってどうなんでしょうかね。エナジードリンクなんですけれども、読み方わかりません。これはロシア人なんでしょうか。炭酸飲料です、すいません。まず原材料名ご一緒にご覧いただく前に、製造販売元をですね、右下富永食品さんと記載ございます。上の方原材料名、まず砂糖ですね、加糖ブドウ糖液と、酸味料にアルギニンですかね、ビタミン C、 香料、カフェイン、カラメル色素ですね、ナイアシンにパテント酸にビタミン B6、 ビタミン2、 B2 ですね、ビタミン1、ハ酸か葉酸と読むんですかね。あとはビタミン B12 が配合されているということで、エネルギーの方は1本あたり 100ml あたり 47kcal で、その下ビタミンとかの配分量ですかね、記載ございます。業務用スーパー行ったらこれ100円出したら2本買える値段で売ってると思うんですけれども、なんかちょっと悔しいですね。はい、こちらが富永食品さんのエナジードリンクの中身です。普通になんかオロナミン C みたいな色してますね。炭酸は若干弱めでしょうか。それではお味の方チェックしてみたいと思います。うまいです。オロナミン C みたいな味なんですけれども、ちょっと薄いかなっていう感じですかね。まあしょうがないと思うんですけれども、ただその薄味の分、まあ飲みやすいかなっていう的な感じです。まあなかなかいいんじゃないでしょうか。なんて読むんでしょうか。その下の人はロシア人でしょうか。すいません、とっても美味しかったです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。